エリン・ダニエルソン・イコール・ガン・ボージは、フィンランドの画家である。写実主義のスタイルの画家で、ヘレン・シャルフベックと並んで、フィンランド女性として、最初に、本格的な美術教育を受けた世代の画家である。フィンランド南西部サタクンタ県のポリ近くの村、ノールマルクで生まれた。家族と南ポフヤンマー県のイルマヨキに移り、 父親は農場を開いたが1866年から1868年にフィンランドを襲った基金のため農園は破綻し、父親は自殺した。母親は二人の娘を連れてノールマルクに戻った。15歳でヘルシンキに出てヘルシンキの美術学校でショーストランドとムンステルヒエルムに学んだ。 1878年からアドルフ・フォンベッカーの教えを受けるようになった。1883年にパリに移り、アカデミー・コラロッシュでギュスターブ・クロード・エティエンヌ・クルトワに学び、夏の間は多くの芸術家の集まったブルターニュで活動した。数年後、フィンランドに帰国し、ノールマルクやポリで家族と暮らし、1888年にノールマルクにアトリエを開いた。 18880年代と1890年代はフィンランドの美術学校で美術教師として働いた。1895年に奨学金を得てイタリアのフィレンツェに旅し、1年後リボルノ県の村アンティニャーノに移り、13歳年下のイタリア人が家ラファエロ・ガンボージと知り合った。二人は一緒に活動するようになり1898年に 結婚した。ガンボージとパリやフィレンツェ、ミラノやフィンランドの都市の展覧会に出展し、1900年のパリ万国博覧会の展覧会にも出展し、同賞を受賞した。1901年にフィンランドでの肖像画のコンクールで2位に入賞した。イタリア王ウンベルト一世にも作品は買い上げられた。ガンボージとの結婚生活は、ガンボージがエリンの友人のフィンランドの画家、 どうらばフルルースと恋愛関係になったことで緊張し、エリンはフィンランドに帰国したが、1903年にアンティニアノに戻った。第一次世界大戦が始まったことで、フィンランドに戻れなくなり、1919年にイタリアで肺炎で亡くなった頃までにはフィンランドでは、ほとんど忘れられた存在になった。ありがとうございます。